はい、本日の動画はさっくりと、これですね、今活のアベンタクローラーバゼルですね、これにね、コバスが反応してくれたよって、こういったところをまずはご覧ください。めっちゃ飛ぶ。対岸の岩盤まで。おお、出た出た。アベンタクローラーのね、バゼルにね、いい感じで食ってくれましたよ。お、出た。騙し合い。はい、小さいながらね、またアベンタクローラーのバゼル来てくれました。おっしゃ、出た。おお、よいしょ、よいしょ、来ました。はーい、夕方にね、鬼山に出てくれましたよ。ちょこって感じでね、いい感じのバイトでした。じゃあ逃がしてあげます。イエイ。はい、対岸でですね、何やらね、ボショボショってね、捕食音がしたなぁと思ってね、これをですね、ヒュイーンってね、送り届けたところ、パシュッとね、バイトしてくれて、それでね、釣れたよ。サイズはね、小さかったんですけども、この手のプラグがまあ、なんだろう、場所にもよりますけど、自分は届かせたい対岸までしっかり、届いて、で、そこでね、しっかりとバイトを拾うことができたっていうことでね、非常に嬉しい一匹だったんですけども、これね、こういう特殊なね、形なんですけど、やっぱりこの羽がしっかりとね、キャストの時にこう、折りたたまれることによって、すごいね、なんだろう、横にずれたりしないっていうか、入れたいスポットにシューンって飛んでいく、ね、で、実際にね、この、その、釣れる、ね、釣りたいポイントに届いた時には、この透明な存在感ね、ぼやかせた、こう、存在感で、しっかりとね、魚を誘ってくれるっていうこと、非常に使いやすいなっていうことで、まだね、大きなサイズのバスにね、投げてみたりしてないんですけども、サイトフィッシングとかでね、大きめのミエバスがいたりしたら、そんな時もね、投入してみたいなと思います。まあ、最近のリールであれば、これはね、ジーニアスプロジェクトのこうグラビアスですけども、この手のね、こういったやつもね、驚くほど遠くにね、ブレなく飛ばしてくれるので、そんな自分のお気に入りのタックルと組んでですね、やってみてはいかがでしょうか。で、ポイントとしては、本当ね、このルアーね、本当ティップをちょっと震わせるだけでですね、この羽をちょっと狂わせる、そんな感じのアクションでね、すごいいい波紋が出るんで、まあ、ピクピクみたいな波紋といったらいいのか、基本的にはね、こういう感じの浮き姿勢になるんですけども、ちょっとだけテンションをかけるとこの水平に近い角度になるんですね。このちょっとテンションをかけて水平に近い角度に持っていった時に、フル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 ってね、ティップを振らしてあげると、このね、羽がちょうどよくね、ピク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 、パサ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 っていう感じのね、絶妙な波紋出してくれるんで、この時はだから都合全部で3匹釣れたのかな。ちょっとね、魚が反応しなくて困ったなっていう時に、だからこそトップウォーターだから、水面で騙せたっていうね、そんな感じのバイトがね、ほとんどだったんで、1日でだいぶ信頼できる、ルアーになりました。もう1軍登録確定ということで、またタイミングタイミングでね、投げていこうと思いますので、ぜひですね、これでっかいの釣れたら動画にまとめていくので、よろしくお願いいたします。はい、というわけで本日の釣り子 TV はこちら、今活のですね、アベンタクローラーバゼル、これでね、気持ちいいバイトがもらえて、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。